から飛び降りても何ともないの。そうかい。シャボンに囲まれた。続く連弾を食らえ。まさか。試してみるか。波紋のパワーの謎とはこれか。風を操るモードを持つが、俺は炎の絵師だし。熱を操るモード、バカ者が、ドイツの科学は世界一、サンタナのパワーを基準にこのシュトロハイムの腕の力は作られておるのだ。俺が最後に見せるのは、代々受け継いだ未来に託すゼペリ魂だ。人間の魂だ。俺の最後の波紋だぜ、受け取ってくれ。一緒に戦ってくれシーザー。なあ、おめえはどうかな、ワム。アイアンボールが、ウィン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 、ウィン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 。この野郎、ロープを通して両足を縫い付けたぞ。ジョジョ、なぜこんなことをすると思う。それは、リサリサ、そら、落としてしまっては駒にならぬ。ロープを捕まると、地面に激突して死んでしまうぞ、ジョジョ。カーズは太陽の光に弱い。ダメだ、カーズが太陽を背にして太陽の光の中に。外に出ると凍ってしまう。軌道を変えられん、戻れん。
ハーズは二度と地球へは戻れなかった。ザラトンだ！知らんぞ。もしジョナサン・ジョースターの肉体を奪わなかったら、では出発するぞ。行くぞ。バク抗う逃亡する受け入れるなど、しかしディオ様に出会った時湧き上がる新たなる衝動喜び。能力と同じものをその男は持っていると思ったからだ。明らかにスタンド能力者だ。俺は誓った。我が妹の魂の尊厳と安らぎはそいつの死でもって償わなければ取り戻せん。俺のスタンドが叱るべき報いを与えてやる。そして1年前俺はディオに出会った。けれども、ところで、甲板での帰省はご遠慮願おう。君はこの灰や吸い殻をどうする気だったんだね。この美しい…じておる。ジョースターの決闘。ジョースター、あの二人、あれはただの数じゃ。奴らはあなたのスタンドの敵ではない。しかしその数がこのディオの人生にこうもまとわりついてくると、運命というものを信じざるを得なくなるのだ。正確に言おう、ジョースターに恐怖しているのではない。ジョースターの決闘は侮れんということだ。このディオの運命の歯車からジョースターを取り除く必要を感じるのだ。何？バカな他教員が手下。こいつはジョセフ・ジョースター。貴様、見ているな。ディオ、返した。危ない。冗談ですよ、ジョータロウ君。レロ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 レてめえぶっ殺す。甘く見たな、ポルナレオ。やはりてめえの負けだ。カリオッカコイ、失せる者から。スタンドはスタンドで引き離せる。お前はやめてするだけはっていう。やめてやめて、それだけは。うわダメだな、わしだって痛いんだ。子供というのはいつまでも親のすねをかじってちゃいかん。大きくなったら独り立ちせんとな。ハイエロファントグリーン、やめろ。ハイエロファントにはこの重量を支え切るパワーはない。体がちぎれ飛ぶぞ。ジョースターさん、お言葉ですが、僕は自分を知っている。バカではありません。うおー、車のワイヤーウィンチを掴んで飛んでいたのか。やるな、家教員。みじめよのポルナレフ、ものすごくみじめじゃず。そう、痛い、わけがわからんが激痛が。気がつかなかったのか、ジョセフ・ジョースター。私のスタンドは体内に入り込むスタンド。さっきエンヤバーが死ぬ瞬間、耳からあなたの脳の奥に潜り込んでい。ほれ、何やってんだ。しっかり靴磨きしろ、ジョータロウ。私は今すごく機嫌がいい。私の今の気分と同じぐらい
晴れた空がくっきり映り込むぐらいピカピカに磨いてもらおうかな。じゃあ、おら、戻った。あ、カキョインだ。カキョインはあそこだ。僕がさっき気を失った時ハイエロファントを出していたのを忘れたのかい。いきなり紛失したか。アラジンの魔法のランプじゃあるまいしよ。びっくりするぜ。で、3つ、うわ、3つだ。叶えてやろう。お前の望むものを3つ言え。なんだこいつは。俺の名はカメよ。ランプから出してくれた礼をしたい。死んだはずの釣られた男ジェイガイルに背中を刺され、死んだはずの、モハメド・アブドゥル。イエス、アイアン。お前なのか。違う、ジョータロー、もう移動している。カキョウインの後ろにいるぞ。アイアン、ハイエロファットグリーン。この悠久の地でジョータローたちは一体どのような数奇な旅を続けるのだろうか。一体どのような数奇な旅を続けるのだろうか。全員車の上に乗ったか。どうやらこのウンドゥールが音で探知していることに気づいたようだな。気づいたところでどう。心を解き戻す。これで俺の勝ちだ。オインゴボインゴブラザーズの勝利だ。勝利だ。あ、アロホゲン。ねえ、俺にも剣を抜かせてくれよ。やがましい。やりたきゃ勝手にやれ。この技で繰り出されるぞ。ドリトロ・ボロノフ、奴は俺を切ろうとしている。逃げろ、ジョータロー。死ね。のハーミットパープルのパワーを圧倒的に上回っている。ん？その建物なら知ってますよ。
間違いないあの建物だ。崩れていくのが見える。このダービーにハッタリなぞかましやがって。そのポーカーフェイスをゲドゲドの恐怖面に変えてから敗北させなきゃ気が済まん。いいだろう。華僑院の魂もかけよう。俺の首から下はジョナサン・ジョースターという男のボディでな。ジョセフ・ジョースターの祖父だった男よ。見ろ、この両指を。左の方が傷の治癒力が遅いだろう。体パイプの中にたまならぬ番長ということか。スタンド使いが一人や二人いるはずだ。なんだ、何か来るぞ。なんだこいつは。スタンド使いか。ようこそ。あの時ディオに出会った時、正直言ってディオという怪物に僕はビビった。足がすくんで体中の毛が逆立ち、全身が凍りついた。ディオを見て動けない自分に気づき、金縛りに合っているんだなと思うと、ますます毛が逆立つのが分かった。胃が痙攣し胃液が逆流した。ヘドを吐く一歩手前さ。ディオはそんな僕を見ながらこう言った。しかも優しく子供に言い聞かせるように。華僑院君、恐れることはないんだよ。友達になろう。兄には勝てない理由があるということさ。そして今、丈太郎は一見調子づいてかっ飛ばしているかに見える。しかし子供の時の兄と同じようにとても不安がっている。私ですよ、ディオ様。あなたに奴の執念の勝ちってどこか。あばよ、イギ。ギシギシなんです。行け。行けと言われてもこれでは進めません。歩道が広いではないか。行け。ダム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 ダ。そして時を静止させることも10秒を超えた。やばい出た。じいちゃんの守ったこの町で永久に生きるんだな。空間を削り取る。
すると、ああ、お前のクレイジーダイヤモンドの射程距離はほんの1メートル足らず、もしその欠点を補うスタンド能力をそのチビが持っていたなら、我がカンパニーを突破。自殺してもいいのかよ。いや、音は消さない。その逆だ。音、やっと追いついたぜてめえ。しかし忘れたのか、このサーフィスに面と向かったらジョウスケかもしれない。でもこの家を出るとき、一回りも二回りも成長した自分を鏡で見て、きっと私に関しすでに負けていたんだわ。ここで何をしている、見たな。空間を削り取った。貴重の弟、てめえはお怒り、誰に訴えりゃいいんだ。そっちのやつもか。すごいぞ、いきなりすごい体験ばかりだ。東方丈介、空城丈太郎、山岸由香子、虹村奥康、小林珠美、なんてばかりだよ。私と波長があったのね。ここはあの世とこの世の境目なの。すごいわ、集まったか。いや、10万は超えてるぜ。うし、俺たちは無敵のトリオだぜ。監禁に行くぜ。しし宝くじというのはここの整理番号でどこで売られたものか分かるのです。国選んでもらうわ。だって光一くんの選んだものなら、私それがどんな顔だろうとどんな運勢だろうとそれで満足だわ。つまりシゲチー君、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり敵というわけさ。これがキラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいる。みんなが私を探しているだと。杉本レイミの事件のことを知っている者がこの町にいるのか。こいつ、ふん、ボタンのついた上着は置いてきたよ。後で取りに行く。君を始末してからね。俺たちに見つけられては困る何かがある。だからこそお前は攻撃してきた。ような根性を持ってる奴にグッとくるんだ。この女に心を打ち明けろ。自分の本性を見せてやれ。嫌いを仕掛け、誰だ？怒ってんのよ。俺だ。思いっきりアドレナリンが
プンプンしてんのはよ。が、また何か出した。キラクイン。見える見える、やっと来たか。この私に興味を持ったかな。おいでよ。やつらよな。あ、てめえはジョースケ、ここで何してる。ドスで疲れてるわこれ。おい、やめろ。ジョースケにはもう恨みはねえ。それよりこいつ、ついに触ったな、フンガミユウヤ。顎に触って怖がって、かっこ悪いぜその姿。なんだてめえは、人の部屋に。おい、勝手に入ってきてんじゃん。ふん、それがキラークイーンバイザーダスト。お前は誰にも喋れない。正確にはキラークイーン第3の爆発に利用できる。ハヤト、お前が運んできてくれたのだ。キラークイーンを。クイーンを。こういう風にするだろうということを予想しなかったと思う。私たちは15年あんたがここに来るのを待ってたのよ。タッチ。アーノルド、攻撃はそのまま自分自身への攻撃となり、命取りになる。そして三度目は言わせないでくださいよと頼んだはずだ。セリエ A のスター選手に憧れるよりもギャングスターに憧れるようになったのだ。あの穴を掘って木の根を叩いたのか。がある。その額は100億リラだ。そいつ名前占いで大地獄行きだぜ。消えていく。慌てた仲間も銃を撃つよ。麻薬。奴らはトリッシュがボってサボりか。どこかにしけ込んでんじゃねえか。あいつらできてんだろ。てめえこそくだらねえよ。ジュニオ、火つけずには済んだな。正気かと言ったのは。貴様のスタンドがその能力で何をしようと、直接俺を叩くことは決してない。だがこっちは自由に殴って。感染してやがる畜生。違わなかったし、ブチャラティも他の奴らも新入りも娘も入れているとは。だよ、ブロシュート兄、兄貴の覚悟が言葉でなく心で理解できた。絶対倒せ。無駄って言ってるだろうよ。屋根のナンバー2とナンバー3も戻れ。スネーク、最後に撃った弾がまだ頭に勝った。気づか。
柱の影にいたのは俺だ。お前はどうするんだ。お前らどうかしているぞ。ついた仕事だけど、やはり5人確実に全滅させるには君の協力が必要というわけだ、ティッツァーノ。ジェー食い破れ喉を。ヒルムと思う。ゴールドエクスペリエンスでテントウムシに生命を与えて失った手を作っていたんだわ。ジョルノはまだ再起不能ではない。あなたは誰。私はあなたです。あなたのブーツに食らいついた奴を今こんな目ばかりに会うんだ。気のせいか、こいつの表情には演技ではない無知、もはや少年の目ではない、まるで二人いるかのようだ。と手伸ばせって。わかってるよ、これ以上届かねえ。チョコラータとセッコ、あの二人に行く手を阻止させろ。そして行け、ブチャラティたちのもとへ。お前が行くのだセッコ、お前のスタンドオアシスが。無駄、間違えっち、まったんだ。お前の鼓膜は破壊された。地中を進むというオアシスだったっけか。耳というレーダーを失ったその能力はもう役には立たない。その成長、未熟な過去に打ち勝つことだとな。え、お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。あいつはブチャラティ、ブチャラティの魂だ。ミスター、早く貫け。お前のスタンドはこの矢で。能力が、お前ごときの浅知恵でキングクリムゾンの余地の上を行くことは絶対にない。くぐり抜けることもない。気にするな、ジョルノ。だ、次は、どこから、いつ襲ってくるんだ。来るな、来るな。俺のそばに近寄るな。の中に運命として内在していると言っているのだ。彼は掘りながら、運命を見ることができた芸術家なんだ。あのブチャラティの形も僕が掘ったわけではないし、君の銃弾が掘ったものでもない。あれは運命の形なんだよ。認めている。紫外線の照射量をもっと多くしろ。はっ、血と脳症で紫外線の照明を影にした。私の眠ってる間、外の世界がどのように変わったか、この貧弱な発明を見て想像できるな。しゃべった。作った光でこのアムーを縛ったままにできるか。うわ、出た、くっついている。ワムーン、目覚めたまえ我が主たちよ。